黄金の15年を渋野日向子と共に考える。定年後の黄金の15年、知ってますか？実は多くの方が仕事を辞めた後の15年を黄金の時期と捉えています。これは健康や経済的な面で余裕が生まれ、自分の時間を充実させることができるからです。この大切な時期をどう過ごすかは人それぞれですが、新しい趣味を見つけたり、旅行に出かけたり、ボランティア活動に参加したりすることで有意義な時間を過ごすことができます。定年後の15年を大切に過ごし、充実した生活を送りましょう。定年から7年、今こうして渋野応援動画を作っている。この黄金時期ももう半分使ってしまった。定年直後は世間体で働かないわけにはという感じだった。実際それなりのバイトはあるし、2年ほどやってみた。そしてこの黄金時期だとやっと気づき、仕事を辞めた。そして旅に目覚める。趣味の写真や動画を YouTube に上げることを知った。幸いにもコロナ寸前にフランス旅行にも行くことができた。旅の記録を YouTube に上げてももちろん誰も見てくれない。そんな時にコンサートに誘われた。そう、矢沢永吉初の国立競技場だった真夏の猛暑。もちろん中は撮影できないので、競技場の周りの様子を撮影。これがバズったのよ。登録者が40人から200人へと爆増。しかし、そこまでだった。私のもう一つの趣味は月一ゴルフとゴルフ鑑賞。その頃渋野日向子が全英オープンで優勝し、すっかり魅了されてしまった。そして今に至るわけなんだが、何の話してたんだっけ。そうそう、そいで今は仕事もせず、やっと年金で生活している状態。YouTube ではラーメン代くらいの収益。登録者はほとんど渋野ファンなんだけど、変な動画を配信するためか、全く登録者も再生数も伸びない。そう、主題に戻ります。黄金期はあと6年しかありません。もちろん、渋子応援動画を配信し続けますが、この再生数、登録者数では、どうにもなりません。私があと6年、何をしたらいいか教えてください。コメントください、いいね。ください。矢沢永吉ファンでも、日本保守党ファンでも、キャンプ、スーパー株、釣りの好きな方、旅の好きな方、誰でもいいのでコメントください。そして過去の動画も見てください。800動画あります。ぜひお願いいたします。